なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ほら、早く修行してんだけど。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。もしかしてじっちゃんが修行してくれんのかな。でもランチが来てるって言ってたしな。暑いときゃ水に飛び込みたくなるな。よし。
魚がいいんなら釣って飯にしてえな。とにかく行ってみっか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっかな。よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ、久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。ああ、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。ほら、肝心なこと忘れちまってたよ。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構オランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？お、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろ。こんなに早く見つかると思ってなかったからまだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。なんか嫌がんな。さっさと片。あ、一丁やっか。はっ、やっ、いっ、はい、ありゃ、おざー。うわっ、うわっ、うわっ、や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 っ、
こう。天津飯にちょっとな。どうした？何か用？天津飯にちょっとな。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっている奴がいてよ。それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。ま、そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。天さんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや言ってなかったな。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。
がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。こんな島に村があったんか。いろいろあるよ。毎度。よし、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃい。毎度。こんにちは。それでは。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
帰ってきたか。どうだったんだ、天津飯はいたかな。おう、それがよ。ってわけで、今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか。これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ、これは礼だ。気合い入れて差し食いもんならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い、早速試してやるか。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。トレーニングははかどってるかい？余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。ふん。見ていろ、カカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。みんな修行して腕上げてっかな。
でけえ町だと迷う。みんな修行して腕上げてっかな。ご飯もどんどん腕上げてるし、あいつはやっぱりすんげえ強くなっぞ。ウルマンちゃんでっけえからすぐにわかるよな。みんな修行して腕上げてっかな。はっ、うん、もうどんどん腕上げてるし、あいつはやっぱりすんげえ強くなっぞ。さあトレーニングを始めましょうか。いいもん手に入ったな。ちょっと腹減ってきちまったな。みんな修行して腕上げてっかな。はっ、はっ、ご飯もどんどん腕上げてるし、あいつはやっぱりすんげえ強くなっぞ。